どうもこんにちは、パラシュートの舞台です。はい、はい、今日はですね、はい、恒例のみんなのなんで。はい、ありがとうございます。矢野のなんでから発生して、はい、皆さんのなんでと思う、うん、おかしいだろうと思うのを、募集しておりまして、うん、まあ送ってくれてます。そうですね、すごい数来てるの。 YouTube のコメントにももうかなり来ておりまして、はい、うん、それを発表して、はい、でいいなんでには、矢野さんの判断で、はい、なんでポイントがつくと、マックス3です。マックス3なんでで、20なんで、たまると、うん、特製のなんでステッカーが、はい、もらえるということで、鋭意制作中ですね。はい、今のとこマックスで5なんでぐらいかな。5か6ぐらいだと。ちょっと今まだ計算できてないんですけど、はい、それぐらいだと思います、うん、はい、20なんでまだいってないんでちょっと計算してないですよ ね、はい、ね、20なんで目指して、うん、今日も、呼んでいきたいと思います。まあね、コンビで同じような T シャツ着てなんでっていう、ちょっとだけ色違い。これはあのちょっと色違う、ちょっと色違う、おほくんの T シャツでね、おほ T ですね、おほ T で、はい、ラコステかなと思ったら違うよってセンスだよね、やっぱあいつは。いきましょうか。いきましょう、はい、まず最初なんで、21外地さん、ありがとうございます、はい、長ったらしいメニュー名つけてるくせにちゃんとそのメニュー名でオーダーしたのに店側が略して繰り返してくるのなんで。いや、これあるわ。なるほど、わかるわかる。地中海のなんとかかんとかの気まぐれ、あ、サラダ、ね、サラダみたいな、お願いしますっつったら、あ、気まぐれサラダですね、はい、っっ気まぐれ、地中海はっていう。これあるな。あ、これはちょっと響いてるよ。これありますね、うん、3なんで。お、いきなり出ました。今日はもしかして、いや、今日はあの大放出ポイント3倍でです。いや、ちょっと3倍にしたらもう9なんで。勝手にお前を決めるな、うん、お前が決めるんじゃないよ。いや、矢野のなんでじゃない。みんなのなんか違うの。いや、そう、あ、そうなの。あの裏であの糸引いてんのは俺やからさ。いや、でも3なんで、3なんで。いや、これでも分かるわ、俺、うん、確かに、うん、せっかく一生懸命言ったのに、ね、そうなんよ、あの噛みながらね。そう、いいですよ、うん、スティンキーさん、はい、ありがとうございます。電話かけて出た相手が小声だった時こっちも小声になるのなんで。確かに意味ないもんね。普通にかけてこれプルルプルル、もし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 、はい、大丈夫、はい、今大丈夫です。侵入してんの。でこっち多分大丈夫じゃないからね、この音量が。そうだ、これ前にありましたけどね。あったね。だったら出んなっていう。そうね、なんでやろうね、あれはね、うん、これまたポイントいいんじゃないですか。お、2なんで。おお、3なんでではない、はい、2なんでです。2なんで、はい、これいいですね、はい、もう一つスティンキーさん、はい、ありがとうございます。これでちょっと大幅ポイントゲットかもからんよ、はい、パチンコパチスロでは何の躊躇もなく万札をサンドに突っ込めるのに、うん、スーパーとかで弁当を選ぶのに数十円の差で悩んでしまうのなんで。わかるわ。もう帰りとかね、もうマジでどうでもいいと思ってるのに、帰りのなんかこのアイスが140円なの迷うっていうか、ちょっと安めのブラックモンブラン行くみたいな、まああのパルム買えないみたいな。パチンコ屋が行くかみたいなとこあるからな、そうそうそう、もう価値もあるからね。そう、リターンがあるから突っ込めるっていうのもありますからね。うん、どうなんだ。1なんで。あら、合計3なんでね。はい、3なんで。都合3なんで。はい。これなんて言いますかね、涼さん。はい、ありがとうございます。バイエルンか、バイエルン涼さん。ありがとうございます。電話してる時歩き、回っちゃうのなんで。わかる、めっちゃわかるわ。特にあの上司とかちょっと厄介案件の時ちょっとなんかこうぐる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 回ってるよね。ああ、そういう時は回るな、うん、ちょっとピンチの時に動いちゃうね。回ってるよね。これでももう本当になんか人間のなんか反射っていうか、やっぱね、条件反射だよね。声しか聞こえない、向こうには見えてないけども、そういう行動取っちゃうんだろうな、うん、目の前にいるような感覚になっちゃうんだろうね、うん、これなんか脳科学の人に聞いたらなんか的確なこと言ってくれそうやけどね、茂木先生。うん、どうなんでしょうね、茂木先生。
見てるかな。見る可能性は なしじゃないよ。ゼロではないと思うよ。まあね、ね1なんで。え急に。1なんで。急に財布の紐締め出したよ。1なんで。なんで、まあまあまあ1なんで。急に厳しくなるの、なんで。うん。やっぱ疲れちゃった。まあいや、そんなことないですけど。まあまあまあ1かなっていう。たくみょんさん。ありがとうございます。レンタル店の18金コーナーに女連れで入ってきてキャッキャ言うてるやつなんで、こっちが張り込みデカバリにコソコソせなあかんや。怒ってるね。ここは男の聖域だよな。あれはもうやっぱね、もう張り切ってんのよ。見せつけてるよな。男とかが張り切ってさ、いや悪いやつよ。イチャイチャの延長線上でああいうことしてるんだ。だからエロのマウント取っていくんだよね。いやそうなの、エロマウントで、女がうわ嫌だ恥ずかしいみたいなこと言うじゃん、うん、でこの後俺たち一緒に見ながらやるんだぜみたいな、うん、そう腹立つわ。ピリッとすんだよな、うん、こっちはだってもう生きるか死ぬかの戦いっていうかね。いやそうだそうワンショットワンキュー。いやなんだったらもうミスりたくないじゃん。ミスりたくない。だからもう真剣なわけよ。もういやマジで分かる。俺は2本借りれない人間だから、うん、あもうワンショットでいく。もうワンショット俺1本入魂でいくから。だからもう本当に生きるか死ぬから。ゴリさんで言うと、うん、7発8日っていう、うん、ゴリオハクスはって言われて、うん、7発でっつった、ね、回数は死にませんっていう。やるよな。やるいい話だよな。本当だよね。返しに行って30分選んで返したやつを借りるからね、また。でもこれもなんでよね。結局行き着くのは一緒って、うん、そう趣味が一緒っていうこと、うん、で一回さもう迷ってさわけわからんようになるって泣きそうになる時あるよ、ね、あるあるある。もう何選んでいいか、何のためによ、俺はなぜ生きてるのかみたいな。そう。何なんで2なんで。おお、いいですね。これちょっと私も分かんないんですけど、はい、牛タンさん、ありがとうございます。福岡県人、地元のアイドルより地元のアナウンサー好きすぎるのなんで。おこれでも個人的な、まあ、地元のアイドルいるけどアナウンサーが人気あると、はい、そうかね。なんか俺そんな感じしない。まあでもアナウンサー人気の女の子とかやっぱいるんかな、うん。ラジオとかやってると、うん、結構そのアナウンサーさんラジオの、いやまあね、うん、ラジオはコアなファンが、コアなファンが来るからあるけど、テレビだとそんなに、まあ一般のアイドル好きの人はあれやけど、うん、まあまあ普通のなんか、うん、そうじゃない人はアナウンサー好きなのかな、うん、まあそれで綺麗な人多いってこと、まあじゃないかな、どうなのね、どう、まあ、そうだよね、まあ、まあ、まあ伊藤舞ちゃんとかね、もう昔からもうアイドルで、今誰なんかね、あんまり言うとあれやけどね。そうね、ちょっと俺もコメント控えたいぐらいあるね、今ちょっと出てこなかったみたいな感じもあるからね。いっぱいいるけどね、うん、まあ、みんな綺麗やけど。そうね、うん、そんな中でいっぱい仕事してるもんね、うん、そうね。でも誰が好きかでもおっしゃってくださいよ、まあ、まあできれば控えたいっていうか、ね、あれやっぱね、カミソリ大臣の矢野さんがそこは切れない。1なんで。1なんでです。厳しいっすね。SSSSSS 何個書くの。ありがとうございます。ロックバンド再結成すると金のためかと勘ぐっちゃうのに再結成しないと意地張るなよと思っちゃうのなんで。もうどっちにしろやん。これはもうかわいそうや、バンドの人が。いやだからそれだけ好きだから、いやもう誰かボーカルかギターか分からんけども、意地張らんともうやってくれよ、まあ、でやったらやったで、いや出た、もう金の、まあでもね、嫌なファンだよこれ。でも本当のファンじゃないんじゃない。だって俺はイエモンが再結成した時は本当に嬉しかったもん、うんうん、だから意地張るなよはあるかもしれん、うん、見たいがゆえに。そう、金のためかは そんなファンじゃない。そんなファンじゃないんじゃない。でもファンじゃないやつの意見を言ってんじゃない、うん、ファンじゃないやつってこう思うよねっていうのは。そうね、やっぱ俺はボーイの再結成は見たかったもんね。布袋、ね、さんはねオファーしたんで、ね、意地張るなよと思ってるわけでしょ。うん、京介さんもうちょっとねっていう感じ。まあどっちが何か本当は何があったかなんて分かんないんだけど、布袋さんはちょっとオファー出したみたいな話は向こうはあったわけですから、うん、でコンプレックスはね再結成しましたから、うん、そうね、なるほど、2なんで。おお、いやこれはいいなんでですね、はい、うん、2段階できて、うん、そんなファンじゃなかったら確かに金のためって思っちゃ う,、うん、ちゃうよね。厳しいよな、ね、厳しい、やかましいよな、うん、西村さん、ありがとうございます。西鉄バスでチャージ足りてないのに降りようとするやつなんで。乗るとき足りてないの分かるやん、前詰まるやん、
せめて後ろの人下ろしてからチャージ1000回。いや、お前ちょ脚色がすごいな。トーンがわからんやん。いやもうでもこのなんとかやんなんとかやんでも来てる。まあな。だ見てないんだろうね乗るときに。俺だからもうそのなんだったらもう恐怖心があるから、うん、小銭とかも、うん、もう一回詰まった経験があるともう乗った尻からもう。もう見るけどね俺も 見るな足りてるかこれは分かるもうあの時のプレッシャーってもう、うん、本当にねそうもうレアルマドリードレベルのプレッシャーかけてくれてレアルそこまでそうなんちょっとごめんあんまり知らんけど、うん、強いチーム言ったけどいや今、うん、リバプールとかリバプールじゃないああジェラートジェラートジェラートはアイスねジェラードね、うん、えあジェラードスティーブ・ジェラードジェラードやったジェラートはアイスあいつロングシュートもいけないねそうそう、うん、1なんでへえー、あごめん2なんでお2なんで2なんでごめんごめん2なんでやっぱ明確にあるんですねあ2なんであ違うんだっていうこれ、うん、2なんで秋吉さんありがとうございます初めの一歩の30巻の表紙で一歩がチャンピオンベルト巻いてるのなんで前巻で仙道と一歩がベルトをかけてどっちが勝つかわからない試合展開を繰り広げていたのに次の巻見たら中身見る前から勝敗が分かってしまうじゃないかこういうのあるよねこれはうかつだったんじゃないか次の巻とかで難しくでもベルトを描きたかったんだと思うんだそう、ね、ベルト巻くのを描きたくてその巻じゃないと無理やんうん、言ったら致し方なしなとこあるよねってなるとさ次の巻で巻くとさいや内容がちょっとってなる、うん、まあでもファンからしたらがっかりするしでもあのキングダムパターンでさ、うん、教会がもう倒れててもう、うん、でシーンが抱きかかえてる、うん、ある絵があったよあったその巻で、うん無茶しすぎて、うん、あこれ死んだと思って、うん、死んじゃったと思ったけど、うん、実は死んでなかったっていう ねでもこの場合は、うん本当にベルト巻いてたっていう表紙はちょっと気にしてほしいよねまあなあ、うん、いや俺ひよっこ見ててひよっこ2があるんですよ、うん、で2のパッケージは誰かと結婚してるやつなんですよ、うん、で俺それAmazon プライムで見てたから、うん、右側に出てるんですよあもうパッケージで誰と結婚したか分かっちゃう分かるんですよでずっと見てたら竹内涼真くんとね、うん、こう仲いい感じになるから、うん、でももう絶対別れるまあこれはもうしょうがない俺が遅かったからね見るのそうねそれちょっとそうまあちょっとなというのはありましたけどねまあでも、うん、1なんで1なんで厳しいのごめんなさい面白いちょっともうコミック派の方でしょうね。まあ習慣で読んじゃってるから俺全部の漫画を。これも矢野さんのもう自分のあれだから。はい。そういうので決める。だから幅広く選んでるんですよ。うん。私も。はいはい。そのジャンルに特化せずね。うんうんうん、うん、どれがハマるか分かんない。分かんないっていうね。うん、はい。続いてベックスさん。ありがとうございます。サッカーの試合見ながらツイッターつぶやいてるやつなんで？好きなら携帯なんか触らんとじっと試合に集中したら。お前は解説者か辛口角が立つなまあでもさいや俺これ結構やっちゃうしなんかみんなと共有したいってつながりたいっていうだけなんだけどねやっぱ得点シーンの後ちょっとこうリプレイとかも入ったり次のプレイ始まるまであるじゃない野球とか特にね、うん、だからその時に俺もたまにつぶやきたね、すごいだからこれはもうあくまで共感を得たいっていう、うん、やっぱなでしこが、うん、金あワールドカップの時やっぱ澤さんのシュートの時やっぱつぶやいちゃったねつぶやいた、うん、あれつぶやいちゃったもん俺、うん、俺でも逆にまあ石川君ね、うん、仲いいけど、はいはい、石川君がいいピッチングしてる例えば時は、うん、前なんかつぶやいた時に打たれたから、うんうん、勝ち負け出るまでつぶやかいをしてるああでもそういうのあるね、うん、だから本当打たれてほしくないホークスの試合とか見に行ってもさ、うん、見に来てますって言って負けたらなんかあまあそうそうちょっと別問題になっちゃったけどあるよねそういうのもあるやんだからつぶやきづらいっていうのもあるよねいや俺だからこう 俺のなんでやけど、うん、例えば見に行ってお前のせいで負けたって言うやつなんでっていう、うん、いやあれはあるねお前が好きなその野球チーム俺の一言です負けるぐらい弱いの弱いのっていうのは思いますね
何なんで2なんで中途半端これがツイッター、まあ、まあ、俺は1なんでかな。いや、気持ちは分かる。分かる。すごい気持ちは分かる。分かるけどね。人によって思う時ある。こいつそんな好きじゃねえやろっていうのが、ビジネスツイートね。女の子のタレントとかでやってる時に、まあ、うんっていうね。ツイッターがメインなのか、試合がメインなのかっていうのでちょっと思うときあるよね。そうね。つぶやくために見てるのか、見ててつぶやきたくなるのかっていうことで違ってくるよね。画像込みとかだとちょっとさらに増すよね。うんうんうん。こう喜んでる自分の映像とかも一緒にやったみたいになると、ちょっとビジネス。試合を見せたいのか、お前を見せたいのかっていうことになるね。厳しいですね。レインボーマリアさん。ありがとうございます。カラオケで歌が上手い人ほど最初に歌いたがらないのなんで？こういう人ほど最初は歌うの嫌って言ってたくせに終盤になるとその人ずっと歌ってるのなんで？まあ後からあんのかな、武蔵っていうの後からやってきて一回どうぞみたいな、見たいみたいな、カラオケ慣れしてるっていうかね。まあでも斉藤とは堀さんはもうすぐ入れるよね。入れるよ、満を持さないよね、うん、なんか一回でも打席立ちたいから、うん、なんか一番ででもなんかあれらしい、東大生いるやん、東大の人が大学聞かれると一応東大ですって言うらしい、一応ってつけるらしい、やっぱちょっとこう東大ですって言うとちょっとこうなんかあって思われんじゃねえかなみたいなのがあって、ワンクッション一応っていう人が多いらしいよ。だからそういうなんかのもあんじゃない。なるほどね。まあ歌うまいと思って分かってるから一番最初に。でもほら終盤になるとその人ずっと歌ってんの。あ、だからこれはちょっとその東大の謙虚さとは違って、違うか、いやいやいやみたいな。なるほどね、うん、あ2なんで、おお、うん、いいですね、うん、クロカエルさん、はい、ありがとうございます。女子は面白くて優しい人が好きっていうのに俺モテないのなんでちょっと待って、これ自分で面白くて優しいっていうのを言ってる。面白いかどうかはまだ分からんもんな本当に面白いんだとしたら顔だ何回も言ってるだろ俺が。でもね、そんなクロガエルさんに1なんで厳しい厳しい、1なんでごめんなさい。こいつは何も持ってねいや、そんなことない。こいつは何にも持ってない。いや、そんなことない。めちゃくちゃ面白くて持たざるものだ。いや、分かる、これ本当かもしんないじゃん。でもみんなそう思うよな。うん、まあな、どんまい、うん、KO さん、ありがとうございます。ボートレース場でマークシート塗ってる時に聞こえてくる言葉、何でも一理あると思えてしまうのなんで分かるわ、まあ、迷いが出てんだよな。周りに先生いっぱい出てくんだよな。分かる分かる分かる。隣の会話よ、別の会話よ、うん、あれ4番あれ強い場合、結局2があるっちゃね、4号手強い場合だ、あれ全部あるわーっつって、そう、これ今スタートがねとか全部入ってくるんだよ。不安なんやね、6号艇は、これは外から展示良かったけんな、うん、でこうやってもう買いに行ってこう金払ってる時に横から聞こえてきたやつで付け足したりするんだよ、うん、そうね、とんでもない額になってで大体付け足したの当たらんね、当たらんね、うん、で買っても取り負けんだよね。そうだよな、迷ってんだよね、うんうん、迷ってる、気持ちこもってる。2なんで来た、ほら、おめでとう、うん、ここで元取った、うん、負けた分取れてるかな、まだ時間大丈夫ですか。20分いってる。え、終了しましょう危ない危ない、これ切る途中で、もう1本でいっちゃうか。はい、ということで、はい、これで、うん、ちょっとごめんなさい、まだまだあるんですけど、ちょっと脇道それついてるのかな、そうかな、トン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 次いきましょう ね、 うね、はい、はい、ということで、まだまだ募集してます。ツイッターのコメントとかでくれるとありがたいんで ね、 でね、まあ、YouTube のコメント、はい、あ、ツイッターじゃない、YouTube の、 YouTube のYouTube コメントでくれたらありがたいです、はい、ということでまだまだ、また今後もやっていきますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。